倉田圭介がリスペクトする西城秀樹の愛しのエリーとは。どうも、スザキングダムの佐々木です。こんにちは、ミカエルです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はなんとあの西城秀樹さんがですね、サザン桑田圭介さんの愛しのエリーをカバーしていたということで解説していきたいと思っております。私たちサザンキングダムはサザン桑田圭介さんを中心に昭和の懐かしいテーマから最新情報までお送りしていきますので、ぜひぜひいいね、チャンネルとベルマークの方もよろしくお願いします。それでは早速始めていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今日はミカエルさん、はい、西城秀樹さんね、愛しのエリー、はい、奥原さんも大好きな西城さんなんですけれども、最高ですね、はい、で西城さんが愛しのエリーをカバーしてたという話を、まあ、ツナーキングダムのね、視聴されていただいている方の情報をいただきまして、その情報をもとにちょっとね、これを見させていただいて、あ、これもぜひ、皆さんとね共有していきたいなと思ったので、はい、ちょっと ね、見ながら、はい、聞かせていただきながら解説していきたいと思っております、はい、早速、聞いてみたいと思います、はい。この辺は似てるよね。まあね、出だしはね、サダのね、サダの愛しのエリーの出だしと、はい、どうどう。いやー、すごい、なんか優しい感じ、ね、確かに私も丁寧に歌ってるって感じですね。優しい感じですね。優しいね。色っぽい、マジ、ここはちょっと秀樹さん独特じゃないですか。素敵ですね。ちょっとね、独特じゃない、桑田さんとちょっと違いますね。あ、サビやね。はい、セクシーさと優しさがね、はい、入り混じってるような気がする、はい、でもセクシーなハスキーボイスですよね。あ、そうだね、ちょっとまた桑田さんとは違うね、違うハスキーボイスがね、はい、おー、最初のサビよりもちょっと力強くなる。そうですね、ちょっとパンチが効いた感じですね。確かに、はい、このエリーも秀樹さん独特な感じで、そうですね、心に自分のものにしてる感じですよね、しまいますね。聞き入るね。すごいね。すごいな。やっぱ歌唱力すごいなと思いますね。確かに。うん、歌唱力はすごい、やっぱ うますぎる。まあまあ、歌がねお上手なのももちろんなんですけども、はいね、はい、もちろんそうなんですけど、はい、まあここまでねちょっとね佐々木秀樹さんの聞かせていただきましたけど、はい、私のエリー、はい、どういうところが、まあ、全体聞いてみて。はい、いや、そうですよね、やっぱり歌詞いいところは優しく歌いますので、やっぱりパンチが効いたところもありので、うん、かっこよく決められるところがやっぱりすごいなと思いますね。あ、確かにね、はい、やっぱり力強く心に響く、うん、なんかやっ
ぱアート的な歌唱力、ね、歌唱力はね、はい、やっぱり折り紙付き、はいですもんね、はい、だからやっぱり聞き入ってしまいますね、はい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 、力強さっていうその強弱う、ね、うん、そうですよね、優しくだとかすごく優しくこう包み込むような、ね、歌声ですよね。特にね、最初のサビの部分からその次のサビのところのもう強くサビを歌うっていうところなんかも、はい、やっぱりこう、まあ、桑田さんとはまたちょっと少し違う歌唱法っていうんですかね、あれがやっぱ独特だなと思って、ものすごくこう愛しのエリーってスローだから、スローな曲って難しいじゃないですか。難しいですよね。桑田さんの中でもやっぱりこう、思いがあってこの曲桑田さん自身も作ってらっしゃるので、やっぱりその気持ちをね、桑田さんは桑田さんなりに伝えていくっていうのがあると思うんですけど、はい、西城秀樹さんはやっぱりこう日本を代表する歌手っていうのがあるので、誰かに向かって歌ってる感じがやっぱりする。そうですよね。桑田さん自身も、まあ、もうこの歌自身がね、はい、原さんやったラブレターみたいなもんですから、はいはい、まあ、いつも原さんに向かって歌ってるかどうかはちょっとわからないけどでも、はい、秀樹さんのことはやっぱりこう、やっぱり誰かに必ず伝えたいっていう思いが伝わっているような気がするよね。あのエリーっていうところなんてやっぱり今心に入ってきますね。あのエリーっていうなんかこうもう桑田さんと違う、そうそう、少しちょっとあの秀樹さんバージョンの、そうですよね、あの歌い方がやっぱりこう印象にすごく残る感じがして、はいはい、非常にいいと思うんですけど、やっぱりあのこう聞く前ね、不安なところもあったわけですよ。なんでかって言ったら桑田さんの歌じゃないですか、うん、サザンの歌で桑田さんの曲で、秀樹さんなんかこう少しね、うん、物足りない感じがするんじゃないかと、うん、サザンファンですから、うん、桑田さんファンなので、うん、いい意味で裏切られて、はい、いやこれも最初初めてこうね、うん、聞いた時は情報いただいてやっぱこう鳥肌立った感じがねしたので、はい、本当にこれやばいなと、これはぜひ皆さんとね、はい、今聞いていただいているあなたとね共有したいなと思ってあのさせていただいているんですけどね、はい、あの、ま、サザンオールスターズの、ま、曲じゃないです、はい、歌ですよね、はい、でもなんかこういう秀樹さんが歌うと、なんていうんですか、自分のものにしてしまってるじゃないですか。確かにね、確かにそこもすごいなと思いますよね。そうです、はい、自分のものにできちゃうっていうところが、ね、すごいですよね。やっぱりその、はい、ものの歌手であり、そうですよね、まあね、はい、アイドル歌手も含めて、まあはい、まあロックも入ってると思うんですけどね、はい、あの秀樹さんの場合、ね、はい、まあ、そういうのがやっぱり、しみじみこう出ている、そもそも持ってらっしゃるものがやっぱりそういうロックに、魂が入ってるっていう感じのバラードだったなと、はい、非常にこう感じましたね。はい、もう本当にあの、はい、秀樹さんバージョンの最高の愛しのエリーじゃなかったのかなと、はい、ね、優しく丁寧に歌って、そうですね、すごく色っぽい感じで、はい、色っぽい、素晴らしかったです。桑田さんに色っぽさを求めてもちょっと若干無理だなっていうのはやっぱり、はい、秀樹さんバージョン聞いて思いましたけど、はいはい、なるほどなと。桑田さんに比べてやっぱりちょっと色っぽい感じで、色っぽいセクシーな感じが、ね、はい、まあ、ありましたから、桑田さんのエリーっていうところも素敵ですけれども、ね、西城さんバージョンも素敵ですね、やっぱりかなりすごかったなと、はい、もう本当に違うね、うん、違う意味ですごいっていうのがやっぱりめちゃめちゃあったなと思いますね。はい、素敵でした。情報をいただいた、ね、はい、方本当にありがとうございます。ありがとうございました。まだね、こういう人も、例えば、まあ、愛しのエリーでもこんな人も愛しのエリー歌ってるよとか、桑田さんの曲でまた別の曲でね、こんな人がカバーしてるよっていうのがもしあれば、ぜひあの私ね、知らせていただけると、はい、情報いただきたいですね。めっちゃ嬉しいので、はい、よろしくお願いいたします。今回の秀樹さんの、ね、コメントもいただきたいですね、はい、そうですよね、はい、ぜひぜひ桑田さんもリスペクトする西城秀樹さんの今日ね、愛しのエリーをやってきたんですけども、はい、まあ、秀樹さんのエリーの感想 YouTube の方でね、検索してもらうと秀樹さんの愛しのエリーが出てくるので、ぜひ聞いていただいて、ぜひあのいただきたいと思っております。桑田さんとのね、違いとかもあると思うのでね、その辺も違い、こんな違いがあるかなみたいなのがあれば、はい、ぜひお願いします。はい、ということで、まあ今日もねやってきましたけれども、サザンキングダムは
あなたの毎日のライフスタイルをより楽しくするサダンキングダムです。今すぐチャンネル登録、ベルマークの方もよろしくお願いします。今日の動画ね、少しでもいいよと共感していただける部分があれば、ぜひグッドボタン、いいねもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。